本日のゲストになります、小林幸子さんです。よろしくお願いします。改めまして本日のゲストになります小林幸子さんです。よろしくお願いいたします。もう赤で、はい、炎の赤でやってまいりました。実はあの全世界でこのハンガーゲームの完結を、はい、まあみんなでこう華々しく祝おうじゃないかということで、はい、いろんなところであちらにございます鳥、はい、これを登場させてるわけなんですね、はい、で日本ではここでこれよりこのハンガーゲームのシンボルであります鳥のマネシカケスが燃える姿を小林幸子さんに最後に有終の美として飾っていただきたいと思います、はい、お任せください。この映画が大ヒットするように私は今からあのすごいあのド派手な、演出を皆様にお届けしたいと思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。完結ハンガーゲーム。そうですね、びっくりしました。あの本番でさ、リハーサル1回したんですけど、本番ではもっと炎のパーッと上げますよ、はい大丈夫ですって、本当に熱かったです後ろと思ってこっちまで熱気が伝わってきたんですが、大丈夫でした？大丈夫でした。まあ、あの暑いとかそういうのは、はい、結構慣れてるんで、はい大丈夫です。暑かったでしょう？暑かったでしょ。目の前で大変だったと思うんですけど、いや暑いんですよ。で後ろ見たかったんですけど、でも一応このポーズでずっと静止しておいてくださいって言われたんで、言われたからにはやっぱりえ、いやまずいなと思って、ずっとでも暑いなと思って後ろ見たかったんです。暑かったです。炎って燃えるんですね、やっぱり。なんかこう、あ、私だけ、あ、変、あ、ごめんなさい。なんかこう、なんだろう、燃えたぎる、何かこう、あれ変な私。よろしくお願いします。あの大ヒットなりますようによろしくお願いします。宣伝してください。ありがとうございます。ありがとうございました。